ないでやってる。たぶん絶対にやるしね。学生行くから子供のが500円安いよ。まあ、今台湾から今日本に来れるようになったんですよ、はいはい、今後観光客増えていくと思うんで。ああ、ぜひぜひ。台湾大好き。台湾大好きだから。台湾大好き。很久没有吃这个炒面面包，主食加主食，这个日本人很爱吃。我现在人在岩手的盛冈市场，今天呢，我想去一个地方叫做気仙沼市。気仙沼市在岩手的下面的宮城県的一个城市，所以呢，我现在坐火车大概两三个小时嘛，反正从这里到我那边很远，所以我现在坐火车去気仙。好，我现在终于到了気仙沼駅。我现在人在那个车站对面的一条路。车站附近不是热闹的地方吗？走路的人也很少，我不知道哎，可能拼热的这个时间的关系吗？这个音乐，我现在刚好没有吃晚餐，我在这里吃午餐好了。こんにちは。今って空いてますか？あ、どうぞ。リラックス。すみません、失礼します。はい。YouTube ですか？鈴木的日常っていう。そうです。鈴木的日常生活。はい、自分台湾の方に留学行ってて、台湾の人に向けて動画撮ってて。あ、そうなんだ。台湾のお客さん結構。これは台湾の。本当ですか？インドネシアとか来るから全部インドネシア語でメニュー書いてある。あ、本当だ。インドネシア語とあと英語で、はい、観光客の方ですかね。観光客で来たり、大学の先生、先生で英語教えに来てたり。ちょっと恥ずかしいでください。さっき通った時にすごいなんか音楽が流れてて。ああ、これ作ったんですよ。知り合いのおっちゃんに作ってもらった。知り合いのおっちゃんが吉田口作曲。台湾に行ってたの。そうです。もう帰ってきた。はい。じゃあ台湾の人、はい、大好きですよ。台湾です。うん、台湾の若い子、いいね。うん、新日課の人多いから、好きな人が多いから。結構来た、結構。なんかおすすめ、おすすめは一番天の500円のたこ焼きです。気仙沼はたこ。ああ、そうなんだ。気仙沼で、あと粉とかは全部大阪。じゃあたこ焼きと、あとホタテ丸っていうのは、なんか大きいホタテが全部入ってて。ホタテはここのホタテなの？そうそう、全部でっけえの。じゃあホタテ丸とたこ焼きで。たこ焼きでお願いします。ありがとうございます。今コロナになっちゃったから、はい、聞いたけど、前はね、ここ全部外国人だった。タピオカはもともと売ってたんですか、これは。台湾からだ。台湾よ。ああ、本当ですか。今台湾に行ってたんだ。お母さんが台湾人で。あ、そうなんだ。はい、最後はごちそうさまでした。はい、いえ。マスラさんからお兄ちゃんってあるわけですよね。行ってた。どのくらい行ってたんですか。大学 4,5 年いました。この前来た東北大に来てる台湾の男の子3人来たけど、うん、性格いいわ。めっちゃいいね。日本語喋れるの。うん、日本語喋った。ほんでもう一人ね、台湾から来た男の子で、その子は一人で来たんだけど、うん、歩くもよかったな。みんなやったのいい。よし、どうぞ。ありがとうございます。すみません、いただきます。はい、はい、どうぞ。暑いからね。めっちゃうまいです。あ、よかったよかった。やばい、久々に食べました。これチーズも美味しいよ。熱いチーズめちゃめちゃうまそう。ここのお店はいつからあるんですか。本当ね、ここは震災前にやろうと思って用意してたんだけど、流されて。あー、はい。自分たちで小屋建ててやってたの。ここはね、3年前かな、新しい。もっとピツになったらやろう。すごいでかいですね、ホタテ。一個一個大きいですよ。はい。してんだから、台湾の人、たこ焼き気に入って食ってくれる。好きだって言うね、4日前。初めに。うん、
まボロのテントで、ボロのテントでやってたのさ、スナムで騙されたから。あー、こ同じところですか。あ、ここで作って、はいはい、廃材で車の後ろにテントを置くのね。 あ、そういうことか。それがキャンプ用のテントに囲んだわけ、はい。あ、こういうことか。ほんで風飛んでくんだよ。ボロボロでやってたんだよ、汚いのね。このやつなの。すごいですね。半泣きで、さあやりましょうって言ったら津波で全部流れられて、はい、おしまい。大体ね、この2階ぐらいまでやられて。ここの2階ですか。そう。あの時はどうやって避難したんですか。僕はその職場があって、夕方から仕事してたんだけど、はい、ちょうど地震のちょっと前に中入ったの。もうそろそろ仕事着替えようと思って、そしたらぐわー揺れたんだよ。階段降りてったら、はい、壁は落ちるし、めっちゃ壁とか埋め立て地だから、こうかがんでるのさ、立ってられねえから、はい、車置いてたもん、海の真ん前に。車は海の前だから、はい、それを動かして、駐車場へ持ってたわけよ。海の前だから流されると思ったから、歩いてどこ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 来たのさ、はい、そしたらこっちで呼んでたら、松下早く来いって、課長が上見たら、空がグレグレになるさ、津波って巻き上げるから。あ、こっち行ったらさ、ほんでこっち右見たら、おっちゃんとおばちゃんがなんか軽音のとこでワイワイ揉めとるみたいな声出してるさ。だから大きい声が通るから、早く逃げろって言ったの。逃げねえんだよ。ほんでもう仕方ないから、もうすぐ入ったの。あ、5階のビルだった。そしたら入ってすぐザーッと、やばよく生きてた。1回目はね、こう駐車場の自転車が流れて車流された程度で逃げば大丈夫だった。2回も来たら亡くなっちまった。一瞬で隣にそこから来てたおばちゃんがいるわけ、うん、逃げてきた。そのおばちゃんが、うちの家ってわけよ。あ、どう慰めているのかな。おばちゃんはここの前にいたんだよ。え、これ何ですか。震災の時にほら燃えたとこ。俺のとこどこや。こんな船が俺の目の前に来たのさ。もう終わりだと思った。あ、今行っとこがここ、ここ、え、ここですか今の。そう、これ市役所。そこですか。あ、これがそこの市役所。家流れてるでしょ。こんなもん見たよ。家バンバン流れてたもん。これこれこれ燃えてるとこ。ここうちの俺のいたとこに近いとこ。僕の車はね、僕の車はぺったんこになって半年前出てきたの、うん、海のとこが。そう、上の方にあったのね。ほんでへそくり隠してるの俺。え、で100万ぐらい隠してたんだよ。登って上がってったら、なんもねえの。へぇ、だそういうことをするから、神様は言ってんだって。だってお袋が隠しとけって言うから、お前なんかの時のためにって言われる。なそんなことするからダメなんだって。うまそう、はい、そう、ホタテめっちゃでかいですね、これ。ずっと500円でやってる。たぶん絶対にあるしね。学生行くから、子供とか高校生とか。500円安いよ。まあ、今台湾から今日本に来れるようになったんですよ、はいはい、今後観光客増えていくと思うんで。ああ、ぜひぜひ。台湾大好き。台湾大好きだから。台湾大好き。タピオカはなんでやろうと思ったんですか。タピオカはね、もう3年前からやってる。それはなんか台湾の影響とかあるんですか。うん、台湾から仕入れてる。ちょっといただきます。あれは台湾から直接入れたからよかった。うん、あ、うまっ。おいしい、うん、てかめっちゃ柔らかいですね。あ、タイマンですよ、それ懐かしい。懐かしいです。台湾でよく飲んでましたよ。あ、そうだ。だって本場だもん、はい、タピオカ台湾の本場だもん。パパ台湾には行かれたことありますか。ないですね。香港は何回かあるけど。あ、そうだ。パパ行ったことはない。俺行ったことない。震災された当時、うん、台湾人の方が結構来ました来ました。南三陸は給油してもらったっちゃ台湾、うん、台湾から南三陸とかの、はい、いっぱい寄付来ましたよ。あと支援物資とか。あ、そう、台湾の缶詰とかもらいましたもん。へえ。中国ので書いてあって、はいはいはい、で台湾からの支援ですっていうの、うん、そこもらいに行きましたもん。へえ。すいません、ごちそうさまでした。はいはい。美味しかった。美味しかった、よかった。あれは気をつけて。はい、ありがとうございました。美味しかったです。あ、行ってきます。またごちそうさまでした。行ってきます。はい、よ、行ってらっしゃい。はい、こんにちは。何が映したの。そうですね、 YouTube ってご存知ですか。わかんねえもんだね。103歳にもう少しなんだ。え、103歳にもう少しになりますんで。103歳ですか。おいくつですか今。今102歳と10ヶ月過ぎだ。ちょっと映してもいいですか。恥ずかしいね。
102歳はい、102歳ってね、11月20日だ。うわ、すげえ、めっちゃハキハキしますね。でも口だけ、頭も足もやったやった。すごい、お元気で。気仙沼の方ですか、はい、今は散歩ですか。散歩っていうか、歩かないとね。ますますね、痛い痛いって被ってるとね。すごい、あんたまだまだ若いからいいね。こんなにまで本当長生きすると思わない。でも神様がちゃんと生かしてくれっから。今からちょっと海の方に、あ、海の方にね、にどっからでも抜けられっから、もうちょっと行って、こうも行けるし、こっからも行けるし。わかりました、行ってみます、うん、すいません、お時間ありがとうございました。お気をつけて。はいはい、どうぞね、はい、あんたもね。神社ですね。あそことかすごい綺麗。这边靠海的路线的建筑物都是比较新的感觉。我现在终于到了今天的饭店，从那个海边走到这里大概40分钟。入りますか。现在直接在这里躺着5秒，你也可以睡着。我也是没有睡。好，大家早上早餐，いただきます。何も喋らず3分経過してるわ。天气好好哦，今天。那今天呢？我现在从这里走到那个昨天的海边，然后我想去那个陸前高田市、気仙沼市的上面。我现在要走的，当做散步吧，早上的。好，我现在到了，要去陸前高田市的公车站，完全没有人。这里工资真的会来吗？有点怀疑。好，我现在到了陸前高田市，后面就是東日本震災津波伝承館，里面有那个3.11的资料，还有一些那个时候的物品啊、东西之类的。我现在进去看看。它上面有写每个人3.11的时候发生的事情，这里也有中文、韩文、英文。昔ここに家がたくさんあったんだろうね、多分。应该以前这里都是住宅啊，有房子、建筑物什么的。我现在这个后面就是叫做奇跡の一本松。以前ここに松の木がたくさんあったらしいんですけど、ほとんどの松の木がその津波でなぎ倒されちゃった中、この一本だけが残ったらしいです。すごいよね、何もないもんだって。ここ突然一本残ってる感じ。像那个看起来是那个松树，我不知道，可能3.11之后种的。这边海边整个都是。ほとんど田んぼですね。昔何があったのかな、建物とか建ってたのかな。 3.11 の出来事でそういった世界からいろんなボランティアの活動だったり現金だったりがあったと思うんですけど、全世界の中でアメリカに次いで2番目に台湾が一番多かったっていうことがあって、自分としては本当に台湾人の方ってすごいなって思うのと同時に、やっぱり今自分にできることはこういった今現地の方がどういう生活をしているのか、こういう東日本の現状、もう11年
以上経ちますけど、今のこの現状をもっと台湾人の方に知ってほしいっていうのと、この動画を台湾人の方に見てほしいっていうのがあって、いろんな支援の活動、支援の方法があると思うんですけど、自分はこういった活動を今やってる中で、今自分にできることは多くの台湾人の方に今の現状を知ってもらうことだなって思ってて、普段の鈴木的日常とはちょっと違う感じになっちゃったと思うんですけど、歩き続けますかとりあえず。震災ライダーある写り、東日本大震災慰霊碑、ここにはあの犠牲者になられた方のお名前が刻まれてます。今後こういう災害が二度と起こらないように、震災の記憶だったり教訓をこうやって残してるっていう。今ってやられてます？大丈夫ですよ。何名様で？一人です。はい、どうぞ。すいません、失礼します。台湾には行かれたことありますか？いや、行きたかったんだけど取れなくて、チケットが。台湾の方とかってよく来られますか？台湾はないから。あ、ないんだ。うん、でも、ここを始める前にちょっと他の方に行って、はいはい、そこにあの結構あの台湾からの、あの学生さんたちが留学の方、留学ではないけど何日間だか、あ、交換、うん、そう留学と。で、海鮮丼が好きなの。好きですね。これ全部地元のお魚ってことですか？陸前高田のお魚。いただきます。ニョロニョロってこう伸びるんですよ。本当だ、生きてるわけではなくて。生きてるんですよ。あ、生きてるんだ、うん、これちょっと食べるの怖いですね石かけがい。すごいシャキシャキしてる。そうそう、甘くなるんですね。食感もいいし。どれぐらいの予定で旅行するの？未定ですね、それも適当に。震災の際は仙台にいられて。そうそうそう、仙台にしてね、すぐこっち来たんだけどやっぱ入れなくてね。もとも自宅は海辺の方。そうそう、もう海の前だから。すっかり。 あの松の木の近くとか。うん、あの近く。半分だとどれぐらい？5年くらい。ね、食べ物が美味しいみたいなね、お酢だね。いろいろありますね、台湾。台湾は日本人多いの？めちゃめちゃいますね。海外に行っても、あんまり日本人の子好きじゃないんだよなんかせっかく離れてる。あー、もうなんかすげえ日本語聞こえてくるみたいな。そういうのは嫌だね、海外わかるそういうとこ行ったらどういうもの食べるんですかね。なんでも。じゃあ台湾に行ったら、臭豆腐っていう草豆腐。本当ですか？牧場の匂いするみたいな。あれなんか台湾人の方めちゃめちゃ好き、食べてますけど、自分は未だに無理です。なんか好き嫌いがすごい分かれるみたいな。パクチーとかもそうですけど。パクチーは全然。あ、いけます、うん。じゃあいけるかもしれないですね。松田。ありがとうございました。気をつけて。はい。はい、ごちそうさまでした。どうも。ありがとうございました。やべえ。现在在什么三陸鉄道里亚斯线。我现在要去的方向是上面，我想去的地方是下面的石巻这个釜石市。やべ、やらかした。现在到了这里是釜石市。我原本想说要去那个石巻市，我已经来到了这里，所以看一下有没有什么东西。こんにちは。すいません、今ってやってますか？どうぞどうぞ。あ、すいません、失礼します。おすすめというか。あ、じゃあ飲みますか。はい。はい。お願いします。もともとあの石巻に行こうとしたんですけど、方向間違えて釜石市に来ちゃって、カフェあるかなと思って。今あの動画はその台湾の方にちょっと撮って、台湾に向けてあの YouTube で。おいおいおい、すごいすごい。台湾の方来る機会あるかな。それこそ釜石って観光がすごい下手ね。あの初夏の頃、5月6月ぐらいがあれ釣りなんですけど、はいはいはい、
ここって日本で愛の食味の大会で2連覇で、ここはあとは街中に鹿がいっぱいいます。街中にいます。なんでかっていうと、震災後なんですけど、はい、ホットスポットが何か所か岩手県内に出て放射線の影響が出てて鹿肉売れないんですよ。昔はパンと売って駆除して鹿肉をみんなに食べれたのが、はいはい、今はガイガーカウンターでチェックしないと食べれないっていう風になっちゃって、なんでここは鹿が信号待ちしてます。夜もし運転されるんだったら気をつけてほしいのは、ほんと鹿が5、6頭並走しますからね。で、もちろん鹿いるよね。はい、イオンの前あたりとかに。本当ですか？見取りします。なんていうの？マリン、マリン。マリン、マリン、モンローのマリン。あ、マリン。で、ダメだ、ごめんなさい。いろんなお話聞けて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ話したな。俺が話す好きすらなかったわ。え、ちょっと待って。 Yes and no。 あの、お聞きしたいんですけど、はい、鹿ってよくいるんですか？そうですね、よくいますよ。地元の方ですか？そうですよ。あれってなんか近づいても、近づいたら逃げると思いますよ。あ、そうですね。あの、奈良の鹿みたいな感じじゃないと思う。ああ、そうなんだ。全然人慣れしてないんで、見て可愛いなぐらいでいいと思います。あ、そうですよね。鹿はいるって聞いてたんですけど、本当にいるんですね。すいません、ありがとうございます。はい、今度どうも。好神奇哦，好特别哦！他在认真在吃草。等一下，我现在在那个便利商店对面吃东西。他不会攻击我吧？他在过马路哎。好，我现在终于到了仙台车站。呀，难かった。现在的时间是11点多。我现在赶快去那个江南旅馆。仙台初上陸，伊朗的旁边。江南旅馆跟藏温暖。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。